ポルフィリオロボソサは、ホンジュラスの政治家。元ホンジュラス国会議長。2009年11月30日の大統領選挙で、当選し、2010年から2014年まで、第190代大統領を務めた。コロン県トルヒーリョに生まれ、オランチョ県、フティカルパ近郊で育つ。父は1957年に、ホンジュラス国会副議長を務め、 オランチョ県では知られた政治家であった。フティカルパのカトリック学校を出た後、テグシガルパのサンフランシスコ学院と、その後アメリカ合衆国のマイアミ大学に進学。経営学部を卒業後、ホンジュラスに帰国し家業のアグリビジネスを手伝いながら、フティカルパの学校で、政治経済学と英語を11年間教え、ロシアモスクワのパトリスルムンバ、名称民族友好大学から、 博士号を授与された。テコンドーでは黒帯を保持している。19歳でオランチョ県にて政治家のキャリアを開始した。31年間オランチョ国民党の青年部、フティカルパ現地委員会、オランチョ県委員会に所属する。1990年に国会議員に選出され、ホンジュラス国民党に入党。1994年まで林業開発公社を担当。 2002年から2006年まで党首及びホンジュラス国会議長を務めた。愛称はペペロボで2005年の大統領選挙ではマヌエルセラヤの前に46%の得票、時点で敗北した。2009年の大統領選挙で当選し、2010年1月27日にロボ政権が発足した。ありがとうございます。